息が苦しくなってきた。やばいね、そんなひどい。寝れんやった。この感じはね、うん、口内炎じゃない。喉とか頬まで腫れることないと思うよね。まあそうやね。口内炎で連れて行こうか。いいんですか？もちろん。お願いします。かわいそう。歯科矯正をすることにしました。ほー現金でボンって払ってきた。うわ実は何年か前しとったよね。前やってたね。そうしてたんやけど、でコロナの期にこっちに帰ってきた時に通えなくなっちゃって戻ってきちゃった。ああ確かに戻ってきたよね。元の歯並びがこれですね。で1回目のマウスピースでここまで揃ったんですよ。だけどここまで戻っちゃった。その時は上だけやっとったよ。今回も上下いきます、やっぱり動画撮り始めて自分の歯のガタガタさがすごい気になって。綺麗じゃん綺麗。いや俺も全然。えマジマジ。いやちょっとにって笑った時にキュヘイはさ下の歯があんま見えんやろ。まあ目立たないけど、自分は笑うと下の歯まで出るタイプなの。いいって確かにかっこつけて笑っとる時はふってできるけど、ちょっと本気で笑っちゃうとガーってなるから力抜けるね。そうこの時に見える下の歯も気になったんで、もうどうせならと思って上下やることにしました。で悩んでた理由が足が怖い。あ、結局抜くことにしたんだ。そうなんかどうにか抜かずにできんかなって思っとったんやけど、やっぱ横から見た時の E ラインがやっぱ綺麗になるんだって。抜歯をするとその分下げれるから、だいたい矯正する時に抜く歯っていうのが 1、2、3、4 ここもしさ、ここ抜かれたらしばらく歯抜けなわけよね。確かにめっちゃおもろいよ。しばらく動画で歯抜けないよ。進行のとこ歯抜けかと思ってちょっと避けてたんやけど、どうやら私の場合はここは抜かなくていい。その代わり親知らず4本埋まってる親知らずがあって、それも初めて知ったんよ、レントゲン撮って。親知らず生えてないしって思ったら4本埋まってて、それはなんか将来的にも抜いた方がいいってことで。そうでもそれがね埋まっとるから歯茎を切ってでガッて抜く。怖いやん。歯医者さんで麻酔してできますよって言うけど怖いね。怖いよね。意識ある中さ30分とか長かったら2時間とかなんて難しかったら、だからもうそれは大学病院にすることにした。えそれ顎がさ引っ込むってこと？顎っていうか綺麗に並んでる人ってこの上下の歯がこう上の歯がちょっとかぶさってる。キメとかそうだよ。いいってしたらかぶさってるやん。ねでも自分の場合こう合わさっとる。縄文人の特徴らしい。それめっちゃ良かったね。あ、ほらでも笑った時にさ、この下がっとるとこの綺麗なよ。横から見た時もすごい綺麗なのね。チャカの個性でそれを俺好きだなと思ってたけどさ。ありがとう。金額が105万6,000円。やばー。いやでも矯正ってやっぱ上下でやると相場みたい。経過を取っていこうかなみたいなこれから。来週マウスピースができるから。1週間経ったのでなんか様子を見せていきたいと思います。まずここに40度ぐらいのお湯にマウスピースを今つけてるんですけど、このマウスピースのすごいとこが見てください。ぐにゃんぐにゃん。お湯につけたら柔らかくなるから、今までのマウスピースとかでありがちだった「いたたた」みたいな外す時の痛みとかが全然なくて、あら何来たん？何も食べてないよ。マウスピースだから。いや、なんか食べてると思ってやってきました。ね、やる。キョヘもやってきたね。おいで。今、くっつきました、下の歯が。で、これがめっちゃ喋りづらくて。苦手だったら飛ばしてください、口の中。装着完了で、これが痛かったんよね、従来は。あーって。それがないのがめっちゃいい。ただその噛み合わせをずらしていくから、こうやって差しすせそうがめっちゃ言いにくい。で口閉じた時に若干もうこうみたいな。俺さ、それマジツボないな。1週間に1回マウスピースを変えてってで、1ヶ月に1回通院して新しいのもらう感じなんですけど、まあ、今のところでも前のマウスピース矯正よりストレスは少ない。で、やっぱり一番面倒くさいなって思うのがお出かけで、なんかとりあえず食べる前にカパッと取れるようにこのちっちゃい水筒にお湯を入れて持ち歩いています。で、これ見てください。超ちっちゃいの歯ブラシセットで、私結構ちっちゃいカバン持ったりするんだけど、そんな時にも持ち歩きやすいこういう歯ブラシセット、ここはコップになってるっていうちっちゃい歯ブラシを持ち歩いてます。進み具合を見ながらなんか変化があれば矯正について取っていけたらいいなと思います。口腫れてる。痛い。おもろ。矯正の器具がマウスピースがバーってここで傷ついた。力入れてない今それ。力抜いて。このまま落ちちゃうかも。重みに耐えられんで。やばい。嬉しくなってきた。やばいね。そんなひどい。はい。病院から帰って一日寝たら復活しました。当日はきつくてカメラをもう回せなかったんですけど、結論から言うとレジンのアナフィラキシーでした。アナフィラキシーっていうのはアレルゲン等の侵入により全身性にアレルギー症状が出て生命に危機を与えうる反応のこと。まあ簡単に言うと、かゆいとかなんか痛いなとかじゃなくて、吐きそうとか息が苦しいとか、結構重めのめっちゃひどいアレルギーみたいな感じですね。よく言うアナフィラキシーショックっていうのは、さっきの症状に意識の低下とか血圧の低下とかが起こるとアナフィラキシーショックになります。まあ分かりやすいようにフィーリングで説明したので、詳しい情報は調べてください、ちゃんと。はい。で、今回の症状と私の経過と原因対処法を説明していこうと思います。で、最初はマジで何ともなくて、普通に順調に2週間はマウスピースをつけてたんですよ。で、1週間に1回交換するんだけど、2週目の終わりの日、次の日から3つ目に移るよっていう日に、なんか突然口の中がマウスピースが当たって痛く感じてきて、でその日の夜になんかかゆみとか唇の腫れが出てきたんで、あ、口内炎だ、ちょっと外そうと思って外しました。でそれがリールとかショート動画に載せた唇が腫れちゃってる状態です。で、もうだんだんなんかほっぺとか喉の方まで腫れてきて、でしまいには息苦しくなってきたんで、これは口内炎じゃないなと、なんかのアレルギー症状が出ていると思って、収まるのを待ってたんですよ。まあ、結果もう収まんなくて、もう夜喉がずっと詰まった感じで息がしづらくて、ずっとこれ死ぬんじゃないと思って怖くて寝られなかったんですよ。で、まあ、朝起きて病院連れてってもらったんですよね。当番医の耳鼻科の先生のところに行ったんですよ。経過とマウスピースのことと辛い症状を伝えました。そしたらカメラで喉を見てくれたら、やっぱり腫れてて、多分マウスピースに含まれる何かの成分にアレルギー症状を起こしてて、これはもうアナフィラキシーですって言われて、マジかと思って、ステロイドを点滴で打ちましょうってなって、点滴してアレルギーの検査もして、まあ、30分ぐらい点滴したら家に帰って寝たらこうなりました。戻りました。すごいですね、薬って。で、耳鼻科の先生は症状が治まるまではマウスピースはつけないで歯医者さんに聞いてみてくださいって言われたんで、歯医者に行って、そしたらそのマウスピースを作る時にレジンを使うんですよね。レジンっていうのがネイルとかにも使われてるし、最近のアクセサリーとかでもよく使われてて、あれがしっかり固まりきれてないとか取り除かれてないままつけると、そのアレルギーを発症する人がたまにいるんですよねって言われて、でまあそれだったんですよ。マウスピースは作り直しますから、まあ大丈夫でしょみたいな軽い感じで言われてそんな簡単にいいんですかとか思いつつ、分かりましたって帰ってつけたら、案の定2時間ぐらい経ったら唇が腫れてきて、なんでいやでも100万払ってるしこれやめるの嫌だなとか思ってめっちゃ洗ったんですよね。マウスピース洗浄剤っていうのをまず買ってきて、まあ、1日3時間ぐらいつけ置きして、その上で食器洗い用洗剤と歯ブラシでガーって磨いて、めちゃくちゃレジンを取ってやるって思って取ってつけたらなんともなかったです。残留してるレジンに反応する患者さんがいるけど、まあみんな何回かつけたら治るよみたいな見解でした、歯医者さん的には。だからもう新しくマウスピースをつける時にめちゃくちゃ洗浄液つけて、洗剤とか手洗い石鹸とかで洗ってめちゃくちゃレジンを落としてから使うようにしたら症状が出なくなりました。結構アレルギー体質で、体に異物が入ってきた時に戦う細胞がすごい多い体質なんですよね。だからいろんなものに結構アレルギー反応を示しやすくて、だから多分今回のレジンにも反応しちゃったのかなとは思うんですけど、アレルギー体質だよって人はもしかしたら気をつけた方がいいかもしれないです。まとめると、今回唇が腫れた原因はマウスピースの製造時に固まりきれてない、落としきれてないレジンに反応したアレルギーでした。もし同じような症状で悩んでいる人がいたらなと思って動画を撮ってみたんですが、なんとか私の場合はしっかり落とせば問題なくつけれそうなので、このまま様子を見ていこうと思います。じゃあまた矯正については経過報告します。